15番はデビン・オリバー、全選手頑張った試合ですよね、うん、さあレギュラーシーズンの60試合目です。今日は最初のオフェンス川崎からファジーカスで、そしてヒースにロリパスで通してきました。このパスもファジーカスの持ち味ですよね。そうですね、あの柔らかいパスを出してくれるので、考えると長谷川選手につけるっていう多分あの作戦だと思います。おー、よく来た。これで並び川村です。川村に長谷川見つかって西野フローター、決まった。うまく決めましたね。まあ難しいあの角度なんですけれど、川村ショーディフェンス、このパスを通した西野。須崎ダブルチーム、逆サイド川村奪った、そして西野へ決めた。うわー、リーダーはファジーカスへ。ここはジョーダン・ヒースです。ゾーンになるとファジーカスにボールが入ると、かなりこのリクライナップでリバウンドで圧倒しているところでついていってるところありますからね。ファジーカス来た、うまいですね。おなじみね。はい、あのファレンには入らないか。おお、飯田はさばいてヒースから藤井スリーポイント、あ、来ましたね。いい形で外へ指導からユトフかわして、ユトフ決めた、スリーポイント。いや、ユトフ今日落ちないですね。ユトフドライブ、長谷川拓実を振り切りました。スイッチしています。下がってもう一回アタック、オリバースリーポイント。オリバーも決めた。あの昨日のゲームからね、リズム走っている。ウィンブッシュ外から決めました、スリーポイント。この流れを何かこう、須藤スリーポイントは、わー、決めました。ファジーカスでいった、いや、キースできた。キース自らフォローです。スリーポイント、いや、キースが拾う。外、篠山から藤井スリーは、うわー、決めました。 19.5 秒、勝利ということになりました。これでファジーカス B1 のこれが最終戦。